こんにちは、素人歴史研究家 R です。今回はタイトルにあったように、日本初の女性天皇の推古天皇が即位された時代、その裏にあった権力闘争で起こった日本で唯一と言っていい天皇暗殺事件を動画にしたいと思います。推古天皇が活躍した時代は飛鳥時代。日本ではまだ天皇の力が盤石ではなく、大和政権と呼ばれている時代です。飛鳥時代の前の時代は古墳時代と言われ、この時代はあまりよく分かっていない時代で、日本の歴史上空白の150年と言われる謎の時代なんです。飛鳥時代はその空白の150年を超え、なんとなく歴史の全貌が分かってきた時代でもあるのです。とはいえ、はるか昔の時代なので、あまり詳しく知らない方も多いと思いますが、この時代は仏教が日本に入ってきたり、大陸の情勢が不安定で、国をまとめるために内部で権力闘争があったりと、実は結構面白い時代だったんです。こちらのチャンネルでは、素人歴史研究家 R が歴史の謎や神話、文化についてお調べしてお伝えするチャンネルです。素人なので細かいところは着色してお話しすることもあるので、一説のエンターテインメントとしてお楽しみください。またこの動画が面白かったら、チャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンよろしくお願いいたします。コメントなどもいただけると嬉しいです。いつも皆様の反応に力をもらっています。それでは本日は、暗殺された天皇とは、飛鳥時代初期の天皇の系譜、物部氏と蘇我氏の対立、崇祯天皇暗殺から推古天皇の即位という順に解説していきます。それでは行ってみましょう。暗殺された天皇とは、先に結論だけお伝えしますね。日本史史上唯一暗殺された天皇は、その名をズバリ崇祯天皇と言います。誰と思う方も多いと思いますが、飛鳥時代の初期の第32代目の天皇です。結構個性的な天皇で、ある意味かわいそうな天皇でもあります。では暗殺を仕組んだ人物も気になりますよね。その犯人は、ちなみに今回の動画のメインの人物の推古天皇ではありません。それでは、暗殺を仕組んだ人物の正体とは、それは蘇我の馬子です。以前もう少し後の時代の馬子の孫のイルカの動画も配信しましたが、あの大化の改新の始まり、一子の変で暗殺されたあの有名な蘇我氏です。馬子が天皇を暗殺し、その孫のイルカが当時の天皇の子供に暗殺されるなんて、まさに因果応報とはこのことですよね。それでは、どのような経緯で暗殺事件が起こっていったのでしょうか。飛鳥時代初期の天皇の系譜。天皇暗殺事件を知るには、その時代の人間関係を知る必要があります。飛鳥時代の人間関係を知るには、当時の皇室の系譜を見るのが一番わかりやすいんです。なので、まずは当時どういった人物がどのような関係地にあったのかを押さえていきましょう。第29代欽明天皇の時代、欽明天皇は奥さんが2人いました。その2人というのが、当時力を持っていた豪族の蘇我の稲目の娘たちです。当時の天皇は一夫多妻制で、奥さんが何人もいるのは普通のことでした。また姉妹で同じ天皇に嫁ぐというのは、これもまた蘇我氏の権力が強かったことの象徴なのです。さすがに2人嫁がせるとなると、他の豪族が黙っていないからです。そして稲見には息子もいました。それが馬子です。蘇我の馬子が蘇我氏を一番繁栄させた立役者と言ってもいいでしょう。そして欽明天皇と蘇我氏系の姫から、31代から33代までの天皇が生まれることになるのです。当時は天皇候補の子供たちはたくさんいましたが、蘇我氏系から天皇が廃止されるのは、やはりこの蘇我の馬子の力が強大で、逆らえる者がいなかったからなのでしょう。物の部氏と蘇我氏の対立。それでは、当時蘇我氏と対立し、こちらも強力な力を持っていたと言われる物の部氏は、一体どんな状態だったのでしょうか。物の部氏が力を持っていた時代は、欽明天皇の時代でした。物の部氏は警備を任される豪族で、武力も権力も持っていました。それゆえ、蘇我氏とはどうしても対立関係になってしまうのです。そんな中、仏教が大陸から伝来してきました。そのちょっと前の時代は、日本もイケイケで朝鮮半島に繰り出すなどしていた時代でもあったので、その時に仏教のことを知ったんだと言われています。しかし、中国で隋という巨大な国ができて、その影響で朝鮮半島にある高句麗、新羅、百済の三国のパワーバランスも変わっていき、日本もそれに応じて国力を高めたい時代でもあったのです。蘇我氏は
教国隋に倣って仏教の力で国を治めたいと考え、一方物部氏は仏教ではなく古くからの自然に神が宿る神道の考え方でした。一般的に仏教を取り入れたいか入れたくないかで両者が揉めたと言われていますが、実際にはもともと権力闘争があり、その流れでこの仏教問題があったのだと言われています。欽明天皇の時代、蘇我氏は蘇我の稲目、物部氏は物部の起こしが豪族のトップでした。この2つの豪族が揉めていた際、欽明天皇は物部氏には神道で、蘇我氏には仏教で試してみなさいという方針を取ります。蘇我氏が仏教を取り入れ、仏像に拝むようになって、国内では疫病が流行り始めます。それ見たことかと、おこしはここぞとばかり蘇我氏を断罪します。そして寺を燃やし、仏像を池に捨てるのです。しかし欽明天皇の奥さんは2名とも稲目の娘です。なので欽明天皇も完全に仏教を廃止するというわけにはいかないんですね。仏教を廃止するということは義理の父親に歯向かうことになりますから。そうこうしているうちに世代が息子たちの時代に変わります。宙ぶらりんな状態で、蘇我氏は馬子、物部氏は守谷、天皇は美達天皇の時代になるのです。この新世代たちは父の考え方を継承し、その溝を深めていきました。そんな時、馬子が病気に苦しみます。その病気の原因は父稲目の拝んでいた仏像が捨てられていたからだと考え、もう一度仏教を本格的に信仰し始めます。しかしその時、国内でまた疫病が流行り始めます。仏教なんか信仰するから日本古来の神が怒っているんだ、父親の時代に一度やってもう分かったじゃんということで、またしても物部の守谷が父おこしがやったようにまた仏像を捨てるのです。しかし今回は疫病が収まらず、さらにひどくなります。そして美達天皇が病で亡くなります。今度は馬子が、だから仏教は関係ないじゃんということで力を盛り返すのです。美達天皇が亡くなり、次の天皇は陽明天皇です。陽明天皇は蘇我氏の息のかかった天皇と言えます。ここでなんとなく蘇我氏の権力が強まっていきます。しかし陽明天皇の即位が面白くない人物がいるのです。それが陽明天皇の異母兄弟にあたるアナホベの王子です。そこに目をつけたおこしはアナホベの王子のバックにつくことに決めるのです。アナホベの王子も一応蘇我氏の系譜ではありますが、蘇我氏の推す陽明天皇に好意を持っていかれたので、おこしと組むことにするのです。この辺が非常に分かりづらい構図となっていますね。しかし人間関係なんてそんなものです。敵の敵は味方みたいなものなんです。ここで事件が起こります。アナホベの王子は陽明天皇の妹、後の日本で初めて女性天皇となる水戸天皇に手を出そうとしたのです。水戸天皇はもともと美達天皇の奥さんで、美達天皇が亡くなり喪に服している時期という最悪なタイミングでことを起こしたのです。事件は未遂で終わっていますが、これは物部氏と蘇我氏の力関係に大きな差が生まれるきっかけの事件になるのです。さらに同じ時期に陽明天皇は病にかかり、それを治すために仏教の力を借りようとします。そうなると妹を襲おうとしたアナホベの王子側につき、天皇までもが信じる仏教とは逆の信仰をする物部氏はどんどん肩身が狭くなっていきます。このタイミングで陽明天皇が亡くなります。ここで大切なのは、次の天皇は蘇我氏派か物部氏派かということになります。どう考えてもこのタイミングでは蘇我氏が有利です。しかし物部氏は軍事を担当する豪族で、まだまだ手強いのです。そこで馬子が考えた奇策が、物部氏派の後の崇祯天皇になる王子の存在です。馬子はまだ王子だった崇祯天皇に近づき、支援し天皇に就かせることに成功します。そうなると物部氏がバックにつく皇族は、あの水戸天皇を押そうとした問題児のアナホベの王子だけになってしまうんです。物部氏とアナホベの王子はもはや四面楚歌状態で、身の危険を感じた物部氏と蘇我氏の間で戦が起こるのです。この戦では後に活躍する聖徳太子も大きな戦果を上げています。このような時勢の中で崇祯天皇が誕生したのでした。崇祯天皇暗殺から水戸天皇の即位。崇祯天皇は蘇我の馬子の打倒物部氏のための策略によって
皇位についた天皇ということもあり、政治は主に馬子が主導していました。一番偉いはずの自分が何一つ決められない、そんな状態でフラストレーションが溜まっていきました。そんなある時、ある宴会の席でイノシシのぶつ切りの料理が出てきた際に、このイノシシみたいに切り刻みたいやつがいるみたいなことを言ってしまいます。それは誰の目にも馬子のことを言っていることは明白でした。しかし結構な人数がいるところでそんなことを言ってしまったもんですから、それは馬子の耳にも届きます。余談ですが、その宴会の場に聖徳太子もいて、その発言はさすがにやばいと思い、慌てて世春天皇をいさめたなんて話もあったりします。馬子は誰のおかげで天皇の座につけていると思っているんだとぶち切れ、天皇暗殺を決行したと言われています。口は災いのもとと言いますが、まさに天皇という日本のトップに立ちながら滑らせてしまった一言で暗殺されてしまうという、なんとも残念な天皇が生まれてしまうのです。そして皇位継承でごたごた国が揺れていた時代です。皇位継承で国がまとまらないというのは良くないというのは共通の認識でした。なので次の天皇候補で有力な人物は決めていましたが、なんと世春天皇の暗殺と同時期にその人物は病気で亡くなってしまいます。そこでまた国がごたつくのを回避するために、ここで馬子の姪にあたる推古天皇に白羽の矢が立ったのです。推古天皇の前にも姫子や神宮皇后といった女性が活躍した時代はありましたが、天皇という位に就いたのは日本で初めてのことでした。その後の時代も女性天皇というのは何人かいますが、あくまで次期天皇が成長するまでのつなぎだったりするケースが多いと言われています。そしてこの推古天皇もまた次の天皇のつなぎとして即位されたのです。いかがでしたでしょうか。こういった時勢の中で天皇暗殺から初の女性天皇という怒涛の時代が飛鳥時代なんです。天皇暗殺というのは後にも先にも明確な事実として残っているのはこの一度だけだったと言われています。後の時代でも皇位継承問題で暗殺は横行しますが、それは全て天皇になる前で、天皇になった後に暗殺されたというのはよほど大きな大事件でした。本来天皇暗殺など大それたことをした場合、暗殺者は断罪されて叱るべきですが、蘇我氏はその後も権力を大きくしていきます。その理由は様々あると言われています。天皇というのが権力を確立したのがそのもう少し後の時代だったからとか、物の部氏亡き後蘇我氏に対抗できる勢力がなかったとか、そもそも世春天皇が嫌われていて全員の暗黙の了解で暗殺されたとか、ともあれ蘇我氏は一子の変でイルカが暗殺されるまで力を持ち続けるのです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメント、通知ボタンの設定よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。